スノー君とタコフします。これ DC コンドボスか。あ、さすが。はい、問題の配信が始まった。いや、そんなことないでしょ。配信でさ、さ、スノー君がおうち訓練って言って、あ、高校生のうち訓練って言って、まずくないっすかって。そんなことないやろって。そこ見える？見えるっす。高校生を家に連れ込んでるんですか？そうですよ。そうなんですよ。同意のもとだから大丈夫。あ、そう。そう。無理やん。17。学校終わりで来たらしい。高2今。高2っす。高2か。高2らしい。未成年を連れ込んではいるけど、あの お母さんと一緒に来たから、そう、みんな安心しろ。あの、危ないことやってないから。家来ると思ってさ、こっちはなんですけど、そう、ちょっと外側からやってないけど。待って。まだ2戦目やしな。ノー君、野菜食べないのって聞かれてるよ。野菜はなんかすごい偏食って聞きたいけどさ。あ、そう、好んで食べたりはしないけど、出たら別に、あ、あったら食うよぐらいの。そうそうそう。なんかドレッシングとか、うん、ソース系が無理なんですよ。マヨネーズとか。あ、そうなんや。そう、だからそれがなかったら別に、生やったら別に普通に、そう、食えんや。なんか結構変わってるっぽい気がする。ない結構なんか生の方が食えないって多そうやけど。あ、生はそんな、まあ好きではない。好きではない。7位に近いあれ。そうなんや。アメさんは知ってる？あ、確かになんか言ってた。なんか動画で長男さんの。あ、そうそう。アナイロが食えるな。マクドのポテトだっけ。あ、でも俺もマクドはハンバーガーは無理なんすよ。あ、そうなんや。ナゲットとポテトはいけるけど、なんかポテトはなんか野菜に入らないらしくて。あらない的に。確かに油っぽい。他の野菜基本食わへんくって、どのくらい野菜嫌いかって言ったら、ハンバーガーの中の玉ねぎとか全部抜くぐらいに食えないらしい。ハンバーガーなんかソースあるからいいな。あ、そっちがダメなんだ。そう、野菜がいけるけど。これは、うん、ね、はい、おー、強い。ちょっと強いと思っちゃった。強いと思っちゃった。たまにはやろうと思ったんだけどな。どう思う、このカード。このカードね、だいぶきついと思います。
だいぶどうなんだろう。コンボは別に入りやすいっていうか普通ぐらい、うん、で空位があるから普通やばれがいても死ぬこともない。ノー君的にはこう、こう、リフリぐらいか、リフリぐらいかな。本当にきついのはアイクラぐらい。アイクラ一番面倒。アイクラ無理だから、うん、コミカ。ああ、そっか、うん、初めて転生したさっき。マリオの勝ちもあるのは分かりません。なんかパスないっすか。とりあえず空した最速コスって パーセント稼げたら上り空で適当にコスってで最後はですね。でも本当にこれ深いと。マリオでつまずくのって多分近づくことな気はするよね。どうやって近づくのって困るキャラ代表ってやっぱケンキャラやんか。うん、だからケンキャラにどうやって触って近づいてるのみたいなことはありそう。ダッシュガードが多分一番大事かな。ダッシュガードしてなるべくライン下げない。ダッシュガードしたら、うん、そのキャラが分かりやすいから。あそこでもうタクかきに行くのね。そうそうガードで。ケガするな。ケガするなよ。ポカポカもある。いや、そっちか。理想やったからね。いや全然いけたなー、ね、ルートさえしっかり出てたら。いやだってさいやだってさちょっと強さが来るかなーって言って子供の言い訳みたいになるけどいやだってさってさスマブラってするの？スマブラはたまにしたいって言うんだけど、あんまりやらない。あんまりやらない。やりにくい。やりにくいですね。熱量が違うからどうしてもちょっとやりにくい空気というか、手加減もむずいし。ね。
同じ熱量の人間求めて入ってきたことあるもんね。あ、できない。どっちか分からんな、あれ。次です、次。これラスト。OK。登れてると時間解けるよね。うん、おー、3分で。Thank you.